皆さんこんにちは。競艇界のゆうこりんこと小金井ゆうこ選手、モデルと見間違えてしまうほど美人の小金井ゆうこ選手は一時期引退に最も近い状態となり、ある衝撃的な方法で危機を乗り越えていました。今回はそんな小金井ゆうこ選手の経歴を説明しながら、プライベートや引退の危機、さらにファンからの反応についてご紹介していきます。まずは小金井ゆうこ選手のプロフィールをご紹介します。名前、小金井ゆうこ、旧姓中西ゆうこ、生年月日1983年12月30日、出身地東京都、身長160センチ、体重52キロ、血液型 O 型、登録機94機、級別 B2 級。中西ゆうこ選手は2004年にボートレーサーとしてデビューされ、ボートレーサー歴は15年以上のベテラン選手です。写真を見てみると、モデルと見間違えてしまうくらい美人であることでも有名です。そんな小金井ゆうこ選手ですが、なぜボートレーサーを目指そうと思ったかのは語られていませんでした。ただ小学生時代からボートレーサーになりたい気持ちがあり、夢だったそうです。父親が競艇好きでよく競艇場に連れて行ってもらっていて、競艇に興味を持ったという女性ボートレーサーは多いですよね。小金井ゆうこ選手ももしかしたらそうかもしれません。そんな小金井ゆうこ選手はまだ優勝、A 級昇格の経験はなく、過去最高勝率は2010年前期の 5.19 でしたが、直近の勝率は 3.00、4.00 台が多くなっています。ちなみに勝率 7.00 以上の選手が一流選手で、勝率は高ければ高いほど強い選手ということになります。勝率はあまり高くない小金井ゆうこ選手ですが、2018年の獲得賞金はなんと638万円でした。正社員女性の平均年収は300万円台と言われているので、それに比べると倍ぐらい稼がれていることがわかります。男性サラリーマンでも年収600万円を稼ぐのは難しいと言われています。ただボートレーサーの平均年収は1600万円と言われているため、まだまだ稼げる可能性がありますね。ボートレーサーは特殊な職業ですが、夢のある仕事であることがわかります。そんな小金井ゆうこ選手、プライベートでは2010年に結婚されていました。気になるお相手は同じボートレーサーの小金井力羅選手。名前、小金井力羅、生年月日1986年3月4日、出身地埼玉県、身長172センチ、体重56キロ、血液型 A 型、登録機100機、級別 B1。 ボートレーサー同士の結婚は本当に多く、女性ボートレーサーが結婚していると聞くと大半は同じボートレーサーですよね。小金井ゆうこ選手も例によってボートレーサーと結婚されました。小金井力羅選手は埼玉県出身の埼玉支部に所属する現役のボートレーサーです。同期には今や SG で活躍される桐生純平選手や宮地元樹選手、鎌倉涼選手など豪華なメンバーが揃っています。父親も祖父も競輪選手だった小金井力羅選手は、子供の頃から公営競技の選手になりたいと思っていたそうです。なぜ親たちと同じ競輪選手ではなく競艇選手を目指したのかは明記されていませんでしたが、よほど強いきっかけがあったのだろうと思います。というのも、学科試験に合格するために小学生たちと一緒に塾の教室で小学校の分野から勉強し直し、その上で合格まで7回も受験しているのですから、よほど競艇選手になりたいという気持ちが強くなければここまでできないと考えられます。しかもその勉強の時間と並行してアルバイトで働きながらジムで体を鍛えるという生活を3年半も送っていたというのですから、相当大変だったことがわかります。初めて塾に行った日、隣の小学生に大きな声で「先生、このおじさん誰?」と言われ、かなりのショックを感じるとともに闘争心にも火がついて頑張れたという小金井力羅選手。ここで奮い立てる根性こそがプロスポーツマンとして
生き残っていけるゆえんなのでしょう。そんな小金井力選手はレースを走る上でゴールまで諦めない粘り強いレース展開を心がけているようです。苦手な学科試験があっても、何度も養成所の試験に落ちても、諦めずに合格を勝ち取るまで努力し続けた小金井力選手らしい考え方ですよね。小金井力選手と小金井優子選手の馴れ初めについて調べてみたところ、詳しい馴れ初めは分かりませんでしたが、この夫妻の先輩レーサーである埼玉支部の甲賀隆一選手のブログによると、2010年、小金井力選手から、甲賀さん、僕結婚します、子供ができましたと報告を受けたとのことなので、どうやらできちゃった結婚のようです。そして2014年には長男を出産され、2015年には産休を終えてレースに復帰されています。そんな小金井優子選手、実は2022年は引退勧告が出る直前まで成績が低迷していたのです。近年は怪我に苦しみ、欠場が多発したことで点数も大きく下げた小金井優子選手、右腕を怪我したんですけど、治りきる前に焦って復帰したりしてハンドル操作がうまくいかなかったんですよね。一時は2点台まで低迷し、4期通算勝率は引退勧告の基準となる 3.80 を下回っていました。今期結果を残さないとクビになっちゃうんで、本当に点数が欲しいんです。そして迎えた2022年、 G3 オールレディース江戸川女王決定戦、小金井優子選手も今期は勝負がけでした。9月7日の江戸川を走る前で勝率は 3.7954 で、9点稼げれば 3.80 を越せる計算。そして9月7日の成績は2着と6着、なんとちょうど 3.80 になったため、4期通算勝率勝負がけをクリアとなりました。そして同日で過失号のため途中帰郷し、無事現役続行への道がつながることに。勝率が無事引退勧告の基準を超えたため、その後入っているレースはどうなるのか話題となっていましたが、前期の残りの斡旋を全て削除したのです。この日までに削除されたレースの出場予定は群馬県にある桐生競艇場で、2022年9月18日から23日まで開催される G3 オールレディース第55回日刊スポーツ杯、大阪にある住之江競艇場で10月11日から16日まで開催される VS 大阪スポーツ賞第33回アクアクイーンカップの2つのシリーズ。これで小金井優子選手に入っている斡旋は一つもなくなり、復帰は11月以降となりました。しかしギリギリでボーダーに乗った勝率を保つために斡旋を削除した小金井優子選手に対し、小金井優子も早く引退しねえかな、マイレース邪魔ばっかするし消えろよ、クソゴミダンプしか頭にねえのかよ、低レベルレーサーがといった批判する声が多く上がってしまったのでした。いかがでしたか。今回は小金井優子選手の経歴を説明しながら、プライベートや引退の危機、さらにファンからの反応についてご紹介しました。ボートレーサーとして、2児の母として奮闘中の小金井優子選手の今後のさらなる活躍を楽しみにしています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。